それでは次のスピーカーの方ご紹介いたします。佐々木恵さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。佐々木恵です。私ニューヨークにですね27年間住んでいます。このニューヨークっていう街は初対面の人にですね What do you do? あなたは何をする人ですか、挨拶代わりに聞きます。27年間この質問をずっとされて、自分には一体何ができるんだろう、そう思っていろんな仕事にチャレンジしてきました。そして私はある2人に出会ってですね、この2人です、映画を作ろうと思ったんです。旦那さん郵便局員、奥様図書館司書、このつつましいお二人のお給料でコツコツと集めた現代アートのコレクション、世界有数になりました。ただ二人は一点も売ることなく全部 国立美術館に寄贈するんですね。この話を私は聞いた時にもすごく感動して、一人でも多くの方にこの話を伝えたいと思いました。知識も経験も資金もゼロ、でもパッションだけで4年間かかってこの映画を完成して、世界中の方に見ていただくことができました。パッションの力すごいなって実感しました。そしてこの続編を、2人からの贈り物を制作するときにはですね、クラウドファンディングを使いまして世界中のサポーターから、2200万円相当のご支援いただきました。当時日本のクラウドファンディング最高記録を更新することができました。本当にこのパッション、ラブの力絶大だと思います。そして今私が取り組んでいる映画、全くガラッと今度はアートと変わってですね、クジラとイルカをめぐる世界の国際論争、これに取り組んでいます。なんでまたこの、ほのぼのしたアートの話からこんなタブーなテーマにっていうふうによく言われるんですね。欧米ではイルカとクジラっていうのは人間の知能に近い非常に賢い動物というふうに思われていて、この人類の共有財産ともいえる大事な動物を日本が違法で取ってると多くの人が信じています。そして欧米ではこの反捕鯨、イルカ漁に反対するデモンストレーションがあちこちで開かれて、メディアでもネガティブな報道が繰り返されています。ただし日本からこれに対する反論というのは一切聞こえてこないんですね。これに私はすごく違和感を持ってました。そうしたところ2010年にですね、このザ・コーブという映画が発表されて、和歌山県太地町で昔から続いているイルカ漁、これを非常にネガティブに一方的な偏見に満ちた形で描いたものです。これを見た時に私はこのままではもしかしたらこの歪んだ日本のイメージっていうのが一人歩きするんではないか、そう思って日本からも何か発信しなくてはと思いました。そしてこの太地町っていうのは昔400年前からクジラと共に暮らしていて、皆さんこれを非常に誇りに思っている町です。これが今この映画によってですね、ちょっと町の様子が一変してしまいました。お願いします、やめてください。はい、この太地町で起きていることっていうのは実は世界の縮図でもあります。国際捕鯨委員会88カ国参加して、捕鯨賛成反対に分かれてこの対立がずっと続いてるんですね。そこでも日本の調査捕鯨っていうのは非常に厳しい目を向けられています。ボムは接触しました。 We never attack sea shepherd. They do attack us. They do attack other fish.Sea shepherd wants no commercial whaling, no whaling at all in the world. Scientific whaling is nothing else than a disguise of commercial whaling. 南平洋で今クジラを取っている国って日本だけです。そしてここで科学調査という名目で取っているため、そこで取られたですね、数百頭というクジラ市場に出てこれを肉として売られてるんですけど、そのためにこれは疑似商業捕鯨なんじゃないかということで世界から非難を浴びているわけです。一方日本ではクジラというのは日本の食文化なんですと、これ外国の人にいろいろ言われたくありませんって言うんですけれども、ただ日本人が一人当たり、クジラを食べる量っていうのは実は
年間30グラムにも満たないわけなんですね。これ本当に日本の食文化言えるのかどうかというところです。Dolphins are not fish. They have feelings, they have emotions, they have self-awareness. 牛や豚やってね、同じ動物で、決してイルカだけが特別でないし、殺して食べ物として利用していく上では、全部に感謝せなあかんと。このいただきます、自然の命をいただいて、大きな命、クジラの命をいただいて人間が生かされている、これはヤオイロロズの神を信じる日本人の自然観とも言えますよね。一方キリスト教では人間が自然の支配者です。そしてこのクジラというのはカリスマ動物、これが今環境保護運動のシンボルになっているわけです。このクジラとイルカの問題というのは、こうした自然界の違いというのが衝突した形で現れているのではないかと思っています。映画ではそういったところを描きたいと思います。ですから捕鯨がいいとか悪いとかっていうことではなくて、このクジラとイルカの問題のもっと向こうに見えるもっと大きなこういったテーマについても提案していきたいと思います。そして少しでも健全な対話がそこから生まれていけばと願っています。当のこのクジラ、イルカっていうのはこの人間たちの喧嘩を見て一体どういうふうに感じているんでしょうか。まあ、こうした動物をめぐって国が対立して憎み合って、そんな喧嘩はやめたらなんていう、そんなつぶやきが聞こえてくるような気もします。そして今私たちこの制作途中なんですけれども、クラウドファンディングによってこの制作資金集めて映画を完成させようと思っています。ぜひ皆さん、ご協力いただければ嬉しいです。今日は本当にどうもありがとうございました。佐々木さん、ありがとうございます。捕鯨とかイルカの話というのはとても大切なテーマだと思うんですけれども、そもそもどうしてそのテーマに注目されたのかお聞かせいただけますか。あともう一つ、いつ頃映画見られそうかというところも教えていただければと思います。さっき見ていただいたように、私その海外でいろいろ日本がクジラ取ってる、イルカ取ってるっていうと本当に一方的な報道しか欧米では聞こえてこないんですね。これ情報がもう100対0ぐらいの感じで、日本人がじゃあなぜクジラを取るのかとか、日本のそのクジラを食べる文化っていうのは何なのかっていうことが全く理解されていない、この情報がゼロっていうところに非常に問題があると思いました。そして日本からもそれに対してですね、何の反論もない。ですから日本からも何らかのこう発信をしなくてはいけないんじゃないか、そうしないとこの本当に歪んだイメージだけがどん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 一人歩きしてしまうということに大きな危機感を持ちました。映画の完成については、これはインディペンデント映画なので、もう本当にお金が集まり次第、完成次第ということで、一応来年の公開を目指しています。ありがとうございました。ありがとうございました。